はい、おはようございます。私の方から冒頭2件発言があります。まず一つは平成26年度予算案についてであります。先ほど閣議決定された平成26年度予算案において文部科学省一般会計予算については5兆3627億円対前年度比69億円増 0.1% 増となっております。また給与臨時特例法の終了に伴う増額1065億円や復興特別会計繰り入れへの減額マイナス928億円、また内閣府に計上される戦略的イノベーション創造プログラム SIP の創設対応マイナス350億円などの影響額マイナス387億円を勘案すると実質的には456億円 0.9% の大幅な増額となっております。このうち文教関係予算については4兆964億円対前年度比302億円増 0.7% 増となっておりますが、先ほどの影響額を勘案すると実質的には408億円増 1.0% 増ということになります。科学技術予算については9713億円対前年度比マイナス159億円減 0.6% 減となっておりますが、影響額を勘案すると実質的には146億円増 1.5% 増となります。その主な内容ですが、まず一つ学校力の強化として小学校英語の教科化やいじめ道徳教育への対応などの重要課題に対応するため教職員定数の配置改善を推進するとともに、教員給与については財政審等から縮減すべきと指摘されておりましたが、全体として給与水準は維持した上で部活動指導手当等の増額や給与の調整額の縮減を行うなどメリハリある給与体系を推進いたします。新心ノートの効果的な活用の推進を図るなど道徳教育の充実や発達障害を含む障害のある子どもの自立社会参加の加速化に向けた特別支援教育の充実のほか、いじめ対策を総合的に推進するとともに土曜日の教育活動を充実をいたします。また徹底した国際化を推進するスーパーグローバル大学等の事業、そしてスーパーグローバルハイスクールを整備するとともに小中高等学校を通じた英語教育を強化をいたします。さらに官民が協力をして留学にかかる経済的負担の軽減など日本人学生の海外留学を支援する新たな制度を創設をいたします。短期派遣を1万人を2万人にする。また科学技術イノベーション人材の育成を図ってまいります。国立大学関係予算については国立大学改革プラン策定後の初の予算であることを踏まえ、特に運営費交付金については平成16年の法人化以降初の増額となりました。私学助成については総額4357億円対前年度比38億円増 0.9% 増となりまして、平成17年度以降9年ぶりの増額となりました。次が誰もが安心して教育を受け社会で活躍できる学びのセーフティーネットの構築の分野でありますが、幼児教育の無償化に向けた段階的取り組みについては6月に関係閣僚与党実務者連絡会議において取りまとめられた基本方向を踏まえ、幼児教育にかかる保護者負担を軽減するため低所得世帯多子世帯の保護者負担について保育所と同様の軽減措置を実施をいたします。額が339億円対前年度比104億円の増となります。
また高等学校等就学支援金制度に所得制限を導入し、低所得世帯への支援の充実や公私間格差の是正を実施するほか、低所得世帯の高校生等の教育費負担を軽減するため、奨学のための給付金制度、新規に28億円を創設をいたします。大学等奨学金事業の充実については、無利子奨学金貸与人員の増員2万6000人を図るとともに、真に困窮している奨学金返還者の救済措置として、延滞金付加率の 10% から 5% への引き下げや、経済困難を理由とする返還期限猶予制度の制限年数を5年から10年に延長するなどの措置を実施をいたします。さらに学校施設等の耐震化老朽化対策でありますが公立学校国立学校については今年度補正予算と合わせ耐震化率を 96% に向上させるとともに、私立学校については耐震改築事業に対する補助制度を創設することといたしました。またスポーツ立国文化芸術立国でありますが、スポーツ立国については2020年オリンピックパラリンピック東京大会の開催支援や国際競技力の向上に向けた人材の養成などを推進するとともに、今年度補正予算国立霞ヶ丘競技場の改築など208億円を合わせるとほぼ倍額243億円から463億円となる予算を確保いたしました。また世界に誇るべき文化芸術立国の実現を目指し、2020年に日本が文化芸術交流のハブとなるよう文化芸術振興施策を推進するため、文化庁予算は過去最高額を更新、1033億円が1036億円であります。科学技術については日本最高戦略の重要事項である日本版 NIH を文科省として主体的に推進するための予算額、これは文科省の予算額が570億円、厚労省が476億円、経産省が169億円、合計1215億円の内訳になりますが、これを確保するとともに、科研費については前年度ほぼ同額の助成額2305億円を確保し、イノベーションの源泉となる基礎研究を推進するなど、世界で最もイノベーションに適した国に、を作っていきたいと思います。また2020年までに K の100倍の計算性能を有するエクサスケールのスパコンを実現するため開発に着手、12億円、を計上し、着手するとともに、スプリング8等の世界最高水準の大型研究施設については安定運転と最大限の供与を推進してまいります。次に、新型の基幹ロケットについてでありますが、我が国の総力を結集し2020年初号機の打ち上げを目指して開発に着手、70億円を計上しました。また国民の安全安心を支える国家安全保障基幹技術を推進するほか、はやぶさ2については来年度打ち上げのための経費を126億円確保いたしました。また核融合エネルギーの実現に向けてITER計画等を推進するとともに、東日本大震災からの早期の復興再生のため除染の研究開発など原子力災害からの復興も推進してまいります。安倍内閣は経済再生と並んで教育再生を最重要課題と掲げており、これにふさわしい文部科学省の予算の実質的な確保ができたのではないかと考えております。今後ともこの予算の活用により教育再生をはじめとする文部科学行政の諸課題の取り組みをさらに加速化してまいりたいと思います。次に、独立行政法人改革等に関する基本的な方針の閣議決定であります。
本日の閣議で独立行政法人改革等に関する基本的な方針を決定いたしました。本閣議決定は第一次安倍内閣以来の改革の集大成として制度組織全般にわたる改革の実現を図るものであります。特に新たな研究開発法人制度の創設については私と山本科学技術担当大臣のもとに懇談会を設け各界を代表する有識者からご提言をいただくなど積極的に検討を進めてまいりました。また先の臨時国会で成立した改正研究開発力強化法においても世界最高水準の法人運営を可能とする新たな研究開発法人制度の創設が規定されているところでもあります。これらを踏まえまして17日に関係4大臣私と新藤総務大臣山本科学技術担当大臣稲田行革担当大臣この4名で協議を行い世界トップレベルの成果を生み出す創造的業務を担う研究開発法人については独法通則法を適用しつつ国家戦略上の観点から総合科学技術会議主務大臣の強い関与や業務運営上の特別な措置等を別法によって定めることにより新制度が創設されるということになりました。本日の閣議決定はこの4大臣間の合意を踏まえたものとなっております。文部科学省としては今後内閣府と連携を図りつつ新たな研究開発法人制度の創設のための法案を次期通常国会へ提出することを目指して準備を進めてまいりたいと考えております。私の方からは以上です。ありがとうございました。会社から質問をお願いします。来年の予算案で文科省としての目玉政策もしくは大臣が一応したと思う事業とですねまた逆に今回の予算でつけられなかった部分もしくは足りなかった、来年以降拡充したいと思われる事業についてそれぞれお願いいたします。はい、先ほど言った内容が全部目玉事業でありましてですねそれぞれ文教部分においてそれから、スポーツ関係ですね。ただ、文化部分は過去最高とはいえですね対前年度比3億円、今までのこの10年間見れば3億円でも相当伸びている額ではあるんですがしかし2020年には中期プランとして倍増するということを考えるとですねこれは大した増にはなってないということでありましてですねこれはぜひ2020年中期ビジョンに沿って倍増する計画をさらに文部科学省としても加速化していかなければならないというふうに思います。科学技術についてはスプリング8等の大型のですね予算等を他省庁と一緒になって計上せざるを得ないということから、残念ながらそれほど増えなかったということでありますが、これも今後世界でトップのですね、科学技術イノベーションを日本で作っていくということを考えると、これも大きくさらに予算を増やさなければならないというふうに思いますし、それからすでにお話を申し上げていますが省内で教育財源確保のための勉強会を今精力的にしております。これはもう財務省任せではなくてですね文部科学省が自ら教育財源を確保するための税制改正なり財源確保なりを提言を来年度はしっかりしてですねそれを政府の中であるいは国民に対しても発信をしていくような強化を文部科学省そのものが取っていくことが必要だと思います。すいません大臣ご本人予定がございますので短い一問でお願いいたします。ではどうぞ。はいどうぞ。 NHK の松井です。定数の関係なんですけれども、定数の関係なんですが、夏に7カ年計画を出されて、その中の少人数教育に限っては今回はですね全くつかない形となったわけですけれども、その計画を見直すことになるのか今後どのように進めていかれるのか、今回は平成29年度予算編成過程において、財務省からですねマイナス5800人程度の教職員定数の削減、
これは自然減が3800人、さらに財務当局が指摘するマイナス2000人、合計5800人程度教職員定数の削減がありました。また人材確保法に基づく教員給与の優遇措置分の縮減など、厳しい対応を求められました。児童生徒数が事実、来年度はですね、今年度に比べて11万人縮減、減ると。それから学校統合の進展によって2400学級に伴う定数減として4513人が減るという部分がございます。しかしそれに対応してですね、やはり少人数的な教育成果効果というのは、これはピザの方でもこれは証明されていることだというふうに思いますし、その分我々としては飲まないということの中で、財務省とは厳しいやり取りをしてまいりました。その結果、数としては13人でしたっけ、事実上縮減としては10人、10人の縮減ということで、なったわけでありますが、その中にご指摘のようなですね、少人数については、この習熟度別少人数指導や35人以下学級などの少人数教育というのはやはり成果が今まで出ているというふうに思いますし、トータル的にはですね、我々の要求が通ったというふうに思っておりますが、この部分については今後ともですね、来年度は直接は計上されて、されませんでしたが、やはり今後をさらに推進していく必要があるというふうに思います。これからもさらに学級編成や教職員定数の在り方等について文部科学省において平成27年度に向けて検討していきたいというふうに思います。はい、いいんですか、同じこと。はい、じゃあどうぞ。よろしくお願いします。国立競技場に関してお伺いします。来年度の予算とは直接関係ないんですけれども、まだ建設費の総額が決まっていない状態で、いつまでに決めるという目処ですとか、あと一旦1800億という現在は数字が出ますけれども、そこからいくらぐらいまで現在圧縮されているのか、いくらぐらいでの決着を目標にしているのかという現在の見通しをお願いします。あと猪瀬知事が退陣して、都の体制も変わっていますが、都の負担割合はいつごろまでに決める予定でしょうか。はい、縮減の縮減に向けた努力をしておりまして、今1700億円程度までですね、縮減の見通しを立てております。それからその屋根をつけるかどうかということについても今検討していますが、今まではですね、屋根がないことによって近隣における騒音等の問題があって、年に一度しか音の出るいわゆるコンサート等ですね、できなかったんですが、この屋根をつけることによって、年10回程度のコンサートを開けると、これは国内外のトップそのアーティスト等のイベントができるという、試算が客観的にですね、成り立つデータが出てまいりましたので、屋根をつける方向で今検討しております。それも含めて1700億円ですね。でこのことによって逆に屋根がない場合には、維持管理費が赤字になるという試算でしたが、このコンサートが10回程度できることによって維持管理費が黒字になるという試算で、これ麻生財務大臣にそのデータを直接私の方から渡しましたので、そういう形でですね、新国立競技場はその後も黒字になるということで今進めております。東京都については都議会と私の方で直接話しまして、一応500億円は東京都の方でもですね出すということで、内々には了解をもらって準備を進めております。で実務的には今久保局長とそれから秋山東京都副知事の下で
この国立競技場のさらなる詰めを行っている最中です。目処としてはいつ頃でしょうか。目処はまだはっきり明確には出てませんが、まあ、できるだけ早くですね、年内には、年内かどうか分かりませんが、都知事選挙の前までには目処は立てられると思います。今麻生さんに説得したというお話だったんですけど、この間先週校庭でお話になった時は、すみません、会談をされた時は麻生さんが一人その屋根をつけることに対して反対だったというお話だったんですけど、それはもう説得済みということで、その後説得できたと思ってます。はい、はい、すみません、日本テレビの森内さん、東京都の関係なんですが、尾身知事の退職で仕事に関して今日議会で同意が行われると思うんですが、その後井本さんから大臣の方に事情の説明ですとか何か連絡などはあったんでしょうか。いや、連絡はありません。まあ、しかし今日でけじめがつけられると思いますので、まあ、今までのですね、懸案事項もありますから、猪瀬、知事の意向等もですね、まあ、オリンピック・パラリンピックに向けてのことですが、よくお聞きしてですね、反映できるところは反映できるようにしたいと思っておりますが、まあ、特には今のところありません。よろしいでしょうか。いいですか。はい、ありがとうございました。